勉強をしなきゃいけないのですが、やる気が出ません。どうすればよいでしょうか。こういった何かなさなければならないことにやる気が出ないというのは、いろいろな原因があると思います。ですから、一つの答え、にはならないと思いますが、まず一つ目に、体が弱っていてね、体のエネルギーがない場合、何につけやる気が出ませんし、意志の力、集中力を要すること、これにはますますやる気が出ません。ですから、食事、運動、睡眠、その他の生活習慣をちょっとチェックしてですね。で、自分が身体的に弱ってて、体のエネルギーがないと、そういった精神的な力も、意志の力も出てこないんで、これをまずは基本的にチェックしなくてはいけません。これができてないとですね、その他考えてもなかなかうまくいかないんですね。体が資本なんで、まず体の状態、がどうだろうかってことですね。まあ、あともう一つ、ここでなんか精神的な、ね、ストレスがあって、それでエネルギーを消耗してやってる場合も同じふうに、まあ、重要なことにやる気が出ないっていうことがありますから、そういったことがないか、つまり心身の不健康、これによってエネルギー不足になってしまっていないかってことをチェックする必要があると。あと2つ目は精神的な要因ですね。やらなきゃいけないやらなきゃいけないとは思ってるけど、他人に言われてなんとなくそう思ってるだけで、自分で、なぜそれをやらなきゃいけないかということを深く考えてない。つまり自分の心全体がやらなきゃいけないっていうことで統一されてない。どっかで無意識的なところは、なんでやらなきゃいけないかって思ってると、見てくれだからでやらなきゃいけないと思ってる。でそういう場合は当然心は集中することはなかなかできませんから、改めて自分はこの段階でなぜ勉強するんだろうか、何の目的のために勉強するんだろうか、どういう意味が価値があるんだろうか、よく考える必要があると思います。人は自分を客観視して、で深く考えるためには、例えば何か書き出すといいかもしれません。なぜ勉強するんだろうか、勉強にどんな利点があるんだろうかと、ないしは自分に問うて、自分は何か勉強したくないと思ってないかと、その理由は何だろうかと自己分析するんですね。書き出してみて、自分を自分で理解することは結構難しいことです。それはなぜかというと、人はその時は、その瞬間瞬間には一つのことしか考えられません。なんとなく勉強したくないな、ぼーっとして、そういう気持ちがあったらそれしか意識できませんが、しかし書き出すとですね、この1日2日3日とか、この3ヶ月とか、自分が考えてきたことを書き出すとですね、一つのことじゃなくて自分の心全体ですね、それを見つけることが、見ることができるし、そしてその原因もまた探っていくことができるんですね。ですから書き出してみる、書き出さなくてもですね、その自分を客観的に深く分析する、総合的に分析できる人もいますが、しかし最初は書き出した方がいいと思います。書き出していって、で、自分と対話するわけですね。なぜ勉強しなきゃいけないか、こうなんじゃないか、いやそんなの必要ないんじゃないか、私はこれがしたい、じゃあなんでそれを押しのけてこう勉強しなきゃいけないか、自分で対話して自己分析していって、で自分の中でしっかりとですね、した理由を持って勉強に向かう状態を作る必要があると思います。まずはだから自分が本当に他人に言われて流されてじゃなくて、しっかりと勉強しなきゃいけない意味をつかむと、ね、それを自己分析を経てやっていこうとですね。あと3つ目にですね、雑念があると集中できませんね。つまり他にやりたいことがあって、そういうふうに意識がそれてしまうと、そのやんなきゃいけないことには集中できません。これをやんなきゃいけないとはある程度しっかりとその理由も含めて理解できたんだが、まあ要するに他にやりたいこと、他に気がそがれることがあって、そのためにこれができない。これはよくあることだと思います。集中っていうのは2つ3つある欲求の対象から1つを選択することですから、集中っていうのは要するに捨てることって言ってもいいと思います。集中っていうのは捨てることです。仏教では要するに煩悩、さまざまな煩悩を捨ててって、その結果重要なことに集中できるっていう状態を作りますから、仏教っていうのは煩悩の死滅であり、同時に集中力を高める過程だとは言われています。ヨガっていう言葉は突き詰めれば超集中とも表現できる瞑想状態、だということもできるぐらいです。ですから他の欲求、雑念ですね、これをどういうふうに退けるかってことですが、
それはまあいろいろなやり方があると思うんですよ。まず第一に、出てくるのは環境ですね。その環境に身を置くと、そっちが気になってしまうというのも一切シャッとしなきゃいけないので、自分がこれやりたいかな、あれやりたいかなっていうふうになっちゃってるものに関しては見ない、聞かない、話さないといったことですね。それは断じるってことであります。まあこれに意志の力はいるんですが、まあとにかくその勉強しかないという状態に、勉強する時間を自分を追い込まないと、その他のところに気が散っちゃうような環境、これがあるとですね、集中はなかなかできません。仏教のお話と一緒になりますが、仏教の場合ですね、その煩悩を示すためには煩悩の誘惑の多い都市環境ではなくて、その人里離れた山の中に入って一人寂しく、そこで佇んで瞑想するという習慣も過去からあります。そういう時にこそ本当の意味での集中、これが実現されるのかという考え方ですね。まあ、都会の中にいてですね、いろんな欲求があると思いますが、勉強する時間はですね、なんとかですね、スマホとパソコン、これはどっか置いとくとそして勉強だけで集中するようにする、まあそういうような方法は絶対必要だと思います。まあ以上、基本的な体のエネルギーがあるか、それから基本的に本当に自分なんでそれやらなきゃいけないか、やりたいか分かってるか、やりたいならばできると思いますが、やらなきゃいけないと思っているだけで本当にやりたい、やる価値があると自分で分かってない場合ですね、それはしっかりとそれを見出すと。そして3つ目に、他の欲求の対象をカットするというような、まあ基本的なことなんですけども、そういったことでやってもらったらいいのかなと思います。